はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて今回はコナーのアンドロイドを操作していきたいと思います。ではデトロイトパート5やっていきたいと思います。まず R2 でスキャン、アンダーソン警部補を特定する、フェイススキャンを実行。 OKOK。ここはアンドロイドお断りじゃなかった？入ってきちゃいましたね。おい、なんだ、おごりたいのか？あれ、アンダーソン警部補はどこでしょう。なるほど、フェイススキャン分析お、アンダーソン警部補ですね。よし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 。あ、いろんな人の、エドワード・デンプシー顔が見えないとダメなんだね。この人はキム・ヨハン、家庭内暴力。おお、ちょっと怪しいお店かな。デレック・マイヤーズなるほど、顔が見えないということは見た方がいいですね、これは。ジョナ・グラハム、無職。クリストファー・グレイ、飲酒運転。なるほどなるほど。それでは、お店の人見てなかったね。ジミー・ピーターソン、サミュエル・マックレイ。なるほど、ちょっといかついですね皆さん。アンダーソン警部も、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰る。アンダロイド否定派ですね。アンドーソン警部補はどうしようかな。協力を催す。お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。まあね、説得。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏みつぶされちまう前にうせな。一杯おごる。こうしましょう。これでしょ。最後の一杯をおごります。どうです。すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルで。いいですね、この判断は良かったのでは。殺人って言ったか。なんとか協力できそうですね。殺人事件、本当に警部この人すごいガンガン音楽流してるけど大丈夫。ここで待ってろ。すぐ戻る。私は現場に交渉してみましょう。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったらお前は黙って待ってりゃいいんだよ。殺されちゃいそうだな。でも
ついていく。了解しました。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントで。この辺りをちょっと見てみようかな。見なくて大丈夫かな。大丈夫そうかな。みんなやじ馬ですね、大体。よし、じゃあついていきますか。アンドロイドは立ち入り禁止です。え、俺の連れだ。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よー、ハンカー。了解です。来ないんじゃないかと思ってたとこで。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。本当に警部なんだ、この人。まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来ているんだと。このやつさ、殺人事件か。ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。被害者の名前はカルロス・ゴーン。調べたところ大丈夫かな。火事方向の犯罪率であるから近隣の住人とも付き合いはなし。ちゃんと調べないと。一日中引きこもってたって話だよ。だこれならすぐ見落としちゃうから怖いな。呼び出さなくても朝まで待ってた。報告を聞く。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはず。亡くなっちゃってますね。結構前に亡くなったそうですね。侵入の形跡は。いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部。レッドアイス。裏口から逃げたんだろう。レッドアイス。アンドロイドの情報は今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。あれだよね。アリスちゃんの。俺は外に出てるぞ。動画。あとはご自由に。吸ってたやつだよね。何かあったら呼んでくれ。指紋なし。アンドロイドの関与。なるほど。舐めてわかるんですね。おいおい、お前何やってんだ。血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。すみません、言っておくべきでした。そうかい。ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ、いいな。はい。たく君は、まあ、びっくりしますよね、血を舐めてたら。乾いた血痕、カルロス・オーティス。証拠10個もあるの。19日以上。そこそこ経ってますね、結構。失礼します。あ、邪魔かな。か辻みたいな文字だ。いろんなところに血痕が。クリス、この文字は外車の血か。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。おお、暗号。何度も書かれた文字。おお、何が書いてあるんだろう。ラス。お、三角。宗教的な捧げ物。特にコナーのエピソードでは十分証拠を調べないといけないっぽいですね。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。了解です、警部。おい、マイク、サンプル取り終わったか。うん、ほう、揉み合った形跡。
ゴシップウィークリー。プラスチックに勝てるわけないね。監視あるの？ふん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 。でもこれは今も言われてますよね。 iPhone がなんか全部音声記録してるとかなんとか。ニューボディを披露。そうなんだ。そういうことね。いや難しいですね。何でもかんでもアンドロイドでいいのかどうかっていう。特に何もなしと。なるほどなるほど、ここにあったんですね。8、あと2つ。時間制限ありそうだな、これ。こっちはさっきのところですね。どこだろうな。落としたんだ私。朝までやってるつもりか。落ち着け。ここにずっといたいやつなんているわけか。おー、めった刺しですね。あ、ごめんなさい。28箇所のナイフによる刺し傷。ほー、相当。レッドアイス。死亡。データベースと一致。ふんふんふん。指紋まで見れるんだ。再現。被害者はここで倒れた。誰かいる？おお、ナイフで刺された。キッチンから来たと。なるほどなるほど。で刺されたってことか。刺されて、おお、この後に何回も。うわー、なるほどなるほど。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。恨む？アンドロイドの仕業ってあったけど、仕業の可能性が高いってあったけど、私は生きている。これはアンドロイドにひどい、ひどい、なんだろう、仕打ちをしてたんじゃないんですか、この人が。でアンドロイドが怒って、みたいな。あと一つなんだけどな、どこだろう。
のやつか。おかしいなあ。ありました、バット。被害者と一致って書いてありましたね。激しい衝突再現、再現できるのすごいよね本当に。変異体はナイフを手に取った。虐待してたんじゃないんですか。変異体は襲われた、精神的ショック。絶対そうだよ。おー、なるほど。報告すると。よし、10になりましたね。警部補、何があったか分かりました。そうか。じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりはキッチン。キッチンです。間違ってないよね、私。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、これ間違ったらやばい気がする。ってことだ。何があったか。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バット。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった。被害者は逃げたんです。リビングに。リビング。あ、違う、合ってる。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで、ナイフで殺した。なるほど、お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ。完璧なのでは。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって。シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。おー。ああ、数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなる。あ、そうなんだ。ああ、でもお前の目には見えるってことか。その通り。ブルーブラッドの痕跡をたどると。ほうほうほう。おー、なるほど。この青いやつですね。どこに向かってる。こう向かって、次は、あー、どっちだろう。でもこれキッチンから来てるのは多分殴られた時だから、ここだ。で、こう、何かがあったんだ。はしごか。なるほど。おう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 、屋根裏に続く。開けて大丈夫？あ、びっくりした。これ登るための道具を見つける。何かないかな。お、ここに入ってたんですね、やっぱり。ブルーブラッドがここに続いてるということは。はい。
ほど、登るための何かを見つけると。何かあるかしら。あ、椅子、椅子いいんじゃないの。おいおい、お前その椅子どうすんだ。調べたいところが。調べたいところね。まあ見ててくださいよ、アンダーソン警部補、このコナーの力を。いるんじゃない。絶対いるよ。またコナー怪我しちゃうって。警部補呼んだ方がいいって。絶対嘘でしょ。一人で捜索。ブルーブラッド損傷してますね。ここしかないよ。これあの裏だね。うわ、何もやめてよ。手があるよ。何あの手は。すぎるよ。ホラー苦手なんですよね。大丈夫かな。めっちゃ見ちゃうよ。絶対ここにいるよね。あ、待って、びっくりした。兵隊を発見。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。アンドロイドに感情が。黙っててくれ。どうするべき。上で一体何してんだ。嘘でしょ。ここで選択肢出たらちょっと。警部補見つけました。あ、おい嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。おお、てっきり選択肢が出るかと思ったけど。出なかったですね。いやー、なんか悲しいですね。同じアンドロイドなのに。まあ、事件を犯してしまったから仕方ないといえば仕方ないけれども。あ、まだあったんだ、いっぱい。うわぁ。10個だけじゃなかったんだね。いやぁ、今回は、結構、あ、バッドエンド、いいエンドもあったってこと？もしかして。うわぁ。やらかしてしまった感じがするけど。それでは今回はここまでにしたいと思います。その前に、次を。ちょっとだけ見てみましょう。お、ここはアリスちゃんだ。寝てますね、トット。お夕食です。そうか、今行く。うんうんうん。それでは次回は河原編ということで、皆様今回もご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それでは
またね。